こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちら、てれてててて、なるなるグミの実の紹介をします。ソーダ味とグレープ味を買ってきたので両方作ってみたいと思います。お楽しみに。では早速中を見てみましょう。じゃん、これがグミの木のパーツです。外して組み立てます。これが魔法の粉1番と魔法の粉2番、これが最後につけるトッピング、これがトレイになってます。ではグミの木から組み立てていきたいと思います。まだだよ。小さい、こうか、結構簡単だ。よし、これがグミの木です。楽しみだ、これ面白そう。トレイの内側の線までお水を入れよう。入れてみます。はい、入った。そこに魔法の粉1番を入れてそーっと混ぜてみます。これで混ぜるの？ああ、なんかいい匂いする。よーく混ざったらグミの木を一旦置いて、魔法の粉2番を2番のトレイに入れます。よいしょ。入れたら平らに広げよう。広げました。そしたらグミの木をトレイ1で右に1回転、左に1回転立ててみましょう。と右に1回転、左に1回転。そしたら魔法の粉をつけていきます。こうか。それを繰り返す。あ、いい匂いする。お、なんか実がついてきた。これをずっと繰り返していればいいのかな。あ、粒が1個取れちゃった。粒が、もう限界かな、これ。
まいこれ。もうちょっとこれで最後にトッピングを振りかけて出来上がり。かかる。うん。一本目完成です。こんな感じになりました。二つぐらい粒が取れちゃった。うまい。次にソーダ味を作ってみます。ソーダ味いきます。右に1回転、左に1回転。おお、ついてきた。で、こっちまた右に1回転、左に1回転。あー、いい匂いする。ちょっと粉を鳴らして、右に1回転、左に1回転。よいしょ。これしっかりつけるには粉を、身が大きくなってきた。ちょっと危険が。だんだん身が取れそうになってきた。トッピングをかけたら、ソーダ味が完、ソーダ味が完成です。こんな感じになりました。ちょっといただいてみます。お、美味しい。これ、うん、グレープ味も食べてみます。うん、美味しい美味しい。と、前からこれ作ってみたかったんで、この機会に作ってみました。皆さんもこちらなるなるグミの実、スーパーなどで見かけたらぜひ作ってください。楽しいし美味しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。美味しいこれ、うん、